安全に行きたいと思います。あ、これ横断歩道に引っかかるんで交差点内に止まらないパターンで、ここぐらい開けないとダメってことですよね。対向の右折がこう入るんで、これを気づける人がどれぐらいいるかだな。まず交差点内に止まらない、横断歩道に止まらないっていうことですね。でこのレクサスもそこで止まっててほしいんですよ。まあそもそも一時停止してないですね。ね、横断歩道上に止まっちゃうじゃないですか。これもう違反です。で歩行者来た時にあのレクサスをスーッと死角で入ってきて出てドンですよ。めちゃくちゃ怖いっすよね。だから私開けてたんで、あのレクサスも本来ならあそこの一時停止のところで止まってて欲しかったんですよね。レクサス乗ってる人がまあね、わかんないんだね。残念です。まあ、私だったらもう一時停止の止まった時点で左右確認するんで、もう絶対一時停止で止まります。まあ、だから一時停止が大事っていうのもわかると思いますね。はい、安全に行きたいと思います。これたまたま歩行者来なかっただけですからね。で黄色い旗見えましたよね。通学時間帯ちっちゃい子来ますよ。場合によっちゃスーパーダッシュとかしますよ。そういうことを考えないで、とにかく先行きたいばっかな運転っていうのはね、事故の元なんで、やめていただければと思います。どうかご安全に行ってください。